見守っています。あーお腹減ったな。はい、山口くん、おにぎり。うわ、橋本、ありがとう。山口くんを見守っています。やっべえ、教科書忘れてきちゃった。はい、山口くん、教科書、ノート、鉛筆、消しゴム。ありがとう橋本。明治産業の24時間ガスセキュリティシステムはガスの状態を集中監視センターで24時間365日見守ります。万が一の事態でもガスを止めて事故を防いでくれます。どうしよう、傘持ってきてないや。橋本、入るか。山口くん、暮らしにプラスの価値を。明治産業。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、今週はギタリストの石川雄一さんとスタジオをつなぎまして、特集オンライン化する地元音楽シーンジャズ編と題してお送りしていきます、はい、石川さんなんですけど、1980年1月1日生まれ、元日生まれてらっしゃいますね。本当ですね。ね、高校卒業後、福岡コミュニケーションアート専門学校、現在の福岡スクールオブミュージックに入学、うん、在学時にロサンゼルスミュージックアカデミー奨学金の試験を受けまして渡米。2001年9月に帰国後はライブハウスを中心に活動を行うほか、プライベートスタジオでのレコーディングや音楽レクリエーション、ギタースクールの講師など幅広い年齢層に向けて行われていると、うん、もう福岡の皆さん、アーティストの方はもう特にですけど、うん、もう皆さんご存知。そうですね、もう、うん、この後にもお話ししてるんですけども、うん、本当福岡の、音楽シーンの中では、うん、必ずどこかでお会いすることになるっていうぐらいの、ね、本当にだ、きっと今週はそのアーティストの皆さんも聞いていただいてるんじゃないかなって。そうですね、確かに、ね、ぜひお届けできればと思いますね。はい、というわけで早速石川雄一さんとつないでみましょう。今回のゲストはギタリストの石川雄一さんです。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕も三好さんも昔からお世話になってる、はい、僕は石川先生って呼んでますけど。そうなんですよ、この収録が始まる前のですね、はい、軽い打ち合わせの中で、はい、先生はどうされますか先生はってずっとおっしゃ佐藤さんがおっしゃるもんですから、これどういうご関係なんですか。まずは僕の方が年上なんですけどね。あ、そうなんだそうなんだ、そうなんですけど、うん、先輩です、うん、昔ですね、石川先生と本当僭越ながら、うん、同じ舞台に立たせていただいたことがあってですね。ほう。で、そうそう、その時ね、先生バンマス的な立場で、お立場で、なるほど。で、僕僭越ながら、うん、なんか長い金属製の、はっきり言いなさいよ話し手さんでしょ、サックスでしょ、サックスを、ね、持たせていただいて、他スカロケの、うん、宗太郎くんとかも一緒に、はいはいはい、福岡のね、うん、スカロケッツというですね、はい、スカバンド、結構大状態だね、え、保温隊がいるようなちょっとバンドで、やらせて、ったんですか。でその時にお世話になりまして、というかご迷惑かけまして、もうそれ10年前とかもう結構前ね、15年とかじゃないですか。ねえ、多分そんぐらいですよね。意外とで、ちょいちょいこう僕こういう仕事してるものですから、なんかイベントの、うん、会場とか、うんうん、それこそライブ見に行ったりする時もそうですけど、はい、石川さん時々演奏されてて、うんうん、で時々お会いして、あ、久しぶりですねみたいな感じですよね。ばったり会うことですよね。そうそう、ばったり会うことがある。いい福岡らしい関係性が。まあ三好さんもね、仕事上、うん、ね、オファーを出すこともあったりとか。そうですね、うん、僕はもともと僕も大学時代ジャズ研で、うん、でジャズ研の先輩が僕トランペット吹いてたんですけど、うん、その時のトランペットの先輩が今でも福岡 のジャズシーンで活動をずっと続けてらっしゃって、うん、でその方に一時期プレミアムフライデーなるですね、うん、風習がこの国にはあれもうないんでしたっけ、あったんですよ、うんうん、あ、もう終わっちゃったんでしたっけ、あれ。わかりませんそのシーンのところわからないんですが、それがちょうど始まった頃に、ある商業施設で、うん、毎月のそのプレミアムフライデーの時に、うん、ジャズライブをしましょうということで、うん、そのジャズ系の先輩に立っていただいて、いろんなジャズミュージシャンをですね、うん、アレンジしていただいて、で、ライブを毎月やってたんですけど、そこで石川さんとご縁いただいて、うん、
でほぼなんか毎月のようにいろんな組み合わせでバンド入っていただいたんですけど、うん、大抵ギターの席には石川さんがいてくださってでまたいいんだわ演奏が、ね、演奏がいいんだわ ですっかりうっとりファンになっちゃって、うん、と思ったら結構いろんなその後もジャズライブとか見に行くほどにあまた石川さんがいらっしゃるとかっていう感じで、うんうん、結構なんか本当に福岡でジャズ の現場に行った時に、うん、必ずこうその気配を近くに感じさせていただいていたような、うんうんうん、そんなご縁でございます。そうなんですよね。石川先生はもう本当まあ、ジャズだけじゃなくてですね本当いろんなジャンルでさまざまなこうバンドに参加されたりとかもちろんご自身でもオリジナルを作曲されたりとか、うんもう本当であと講師とかもやってらっしゃいますよね。そうですね、うん、レッスンしてますね。これこのあたりちょっとご本人の口からこうどんなジャズメンライフだったのかをちょっと軽くご紹介いただいてもいいですか。ジャズメンライフだったか今までの奇跡っていうんですねそうですねまあジャズ始めたのは多分20歳ぐらいじゃないですかね、うん、高校ギター始めた最初はアルフィーとかタマとか最初に買った CD はタマでしたね。石川さんって今おいくつです？今40です。40か、なるほどな。でもタマはもうちょっと上の世代なイメージもありますけどね。小学校6年生でしたねその時。ああ、なるほど。さよなら人類とか歌ってた。そうです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 。ああ、そうですか。大好きでしたね。うーん、ドラムの人が石川さんなんですよね。あ、本当だ。そうだわ。そうだそうだ。今もね石川さん活躍されてらっしゃいますけどね。ですよね。そう、いろんなとこに行ってありますよね。ね、映画で出たりとか。そうそう。まあ、それからハードロックに行って。おお、やっぱ世代ですねそう洋楽を聴きあさってみたいな、うん、である時にこう、あ、この見た目じゃハードロックじゃないなと思って。見た目って自分のそうハードロックじゃないよなと思って確かにちょっとあれですもんね。ハードロックというよりかはちょっとエスタブリッシュな感じですよね石川さんね。いい言葉をイングウェイ・マルムスティンではない感じ。確かにね石川さんがあんなもうソバージュヘアみたいなのをされてもちょっと想像つかないですけど、ね、そうちょうど VK が流行った頃でしたもんね高校の時とかはああやっぱりそうなんですね。周りの人はね結構化粧したりとかしてましたけどね。でそれで20歳ぐらいで専門学校行ってて、うん、そこの先生たちがジャズの人が多かったので、うん、自然とジャズを始めたと。へえ。そっからアメリカに行って。おお、そうですか。そうです。ロサンゼルスですけど。へえ。アメリカの。何年ぐらいいらっしゃったんですか？ 1 年ちょっとでしたね。911があったでしょ、うん、テロが。あれの直前に1回帰ってきてて、うん、それは9月の3日か4日ぐらいだった。おお、本当に直前だ。そうだから同級生とか帰れなくなった人とか結構多くて、うん、それは合衆国の、音楽学校に行かれたってことですか？そうです。当時の名前がロサンゼルスミュージックアカデミーっていう名前でしたね。もうなんかど真ん中って感じですねその時の先生がチックコリアのエレクトリックバンドでギター弾いてるフランク・ギャンバレっていうすごいは一応先生でしたね。まあね、昨今はやっぱりいわゆるコロナ禍ということで、はい、まあ、石川さんも含めアーティストの方々はいろいろこう考え方変えたりですとか、うん、活動変えたりとか、うん、そういったものもね、ちょっと考えに取り入れないといけない時期が続いておりますけど、うん、ちょっとそういった話も今日もね、伺えたらなと思っておりまして、はい、その前にね、なんかあれ、なんか石川さんなんか持ってますちょっと今持ち目たぐらいとよく生放送やりがちなふりをしてしまいましたけど、今お手元に見えるのはそれはなんとね、今回実際に、まあ、これ収録番組なので、はい、生ではないんですけど、こう収録中は生演奏していただけるということで嬉しいです ね一曲オリジナルの曲ですかね。
はい、はい、セレクトしていただいたということなのでお願いしてもよろしいでしょうか。それでは私のオリジナルで、潮騒という曲を演奏してみたいと思います。贅沢ありがとうございます。本当に僕らのためだけに、まあ、リスナーさんのためです。何を言い出してるんですか。びっくりしました。本当にちょっと独り占め感が嬉しくてですね、ついつい口走ってしまいましたね、うん、なんか優しい気持ちになれる、うん、そんなナンバー、はい、潮騒ですかね、はい、お聞きいただきました、うん。生演奏とかってこの番組初めてなんじゃないですか。多分初めてですよ、ね、2年間やって、うん、私佐藤さんの番組出させてもらった時は、はい、毎回演奏してたじゃないですか。そうそう、あのねだっちゃってだから今日も必須かなと思ってよかった、欲しがるね佐藤さん ねいや僕が長年欲しがったからほら石川先生はもう今日今回全くその通りです。弾きましょうかって向こうから言ってくれましたから、ね、ありがとうございます、ねありがとうございました、はい、本当に。で、まあ、今実際にこれ我々もスカイプをつながせていただいて石川さんとお話をさせていただいてるんですけど、はい、やはりね石川先生このコロナ禍でそのウェブを使った表現みたいなものってのも結構増えたりしました。そうですね、
やっぱりその、まあ、YouTube チャンネルを開設する人が非常に多いというか、うん、まあ、ミュージシャンやっぱりみんなチャンネル登録お願いしますみたいなのを SNS で言ってるのが目につきますよね、うん、そうですよね。で、私はなんか自分がこう YouTube で自分のチャンネル作って、うん、なんかやってみたみたいなのってすごい苦手なのでだからこうなんかみんなでできることっていうのを考えたんですよね、うん、でその時にやっぱり自分たちはその、まあ、いろんなイベントで演奏することも多いですけど、うん、そのお店ライブハウスがやっぱりそのコロナがクラスターが発生したっていう以降もうライブハウスが敵みたいになってしまったところもあって、はい、だからライブハウスがこう盛り上がるような、うん、でも感染リスクはないですよみたいな、うん、そういうので、まあ、その福岡の老舗のニューコンボっていうところのお店の、うん、配信ライブができるような設備を整えたいなと思って、4月ぐらいからずっと配信の勉強したり、うん、でそのオーナーともいろいろ話して動いてきた感じですね。うん、ね、実際その4月ぐらいからなんか僕もあの Facebook のタイムラインとかで石川さんがそういう動きをなんか活動され始めているんだろうなというのをお見受けして、で最終的にそのジャズコンボのニューコンボかの配信チャンネルが立ち上がったのがいつぐらいでしたっけ。あれ配信チャンネルが立ち上がったのが多分ゴールデンウィーク後だったと思うんですよね、うんうんうん、やっぱりそのゴールデンウィーク中まではあの自粛期間だったのでお店も開けれない、うん、ですからそんな時になんか夜行って演奏してでそこで、ね、コロナが発生しましたとかっていうのを避けたかったので、うん、それまではあのやっぱりウェブ上で、うん、あのやり取りをして、うん、っていう感じでしたね、うん。で実際それチャンネル、まあ、開設されてでライブの配信ももうそれ以降結構やってらっしゃる感じなんですかね。そうですね、うん、5月中はやっぱり6月まであの自粛期間が延びたので、うん、録画配信っていう形を取りましたね、うん、その夜にやっぱりお店が開けれないので、うん、8時までっていうのがあったからですね、うん、だからお昼間に録画して配信、うん、後日配信っていうパターンから6月に入ってからは、何本かやっぱりライブ配信あのお客さんが入った状態で生ライブ配信っていう形を取っていくようになりましたね。うーん、これねニューコンボもちろん歴史ある、ね、あのお店ですし、うん、あのファンの方はきっと、うん、県外にもたくさんいらっしゃるので。そうなんですよ、ね、うん、そうだからあ1ヶ月ちょっとで1000人登録者数がすごい増えたので、うん、6月中には1000人超えてましたもんね。へ、あ、7月から7月入ってからかもしれないですね、うん、あ、7月入ってから。すごいすごい、でもやっぱりスピーディーにそこまで行ったわけですね。ですね、だから、配信しても例えばずっと福岡にいて、うん、転勤とかふるさとに戻ったっていう方も久しぶりに見れてよかったみたいな、うん、そういうコメントもいただきましたね、うん、実際それ演奏してみてなんかその演奏方面でのなんか手応えだったりとか難しさだったりとかってあったりしました？はありましたね、うん、やっぱりその最初の無観客状態、うん、の時は一番きつかったですよね。だからお客さんの反応が分かんないでしょ。そうだ、確かにな。例えば PV 撮るとか MV 撮るとかっていう時って、はい、もうその完成形が見えてるじゃないですか、はい、でも誰もいないとこに向かって演奏するっていうのはなかなか、しかもほらジャズってその決められたことやるわけじゃない、うん、まあ、決められたこともあるんですけど、うん、それやっぱりお客さんとのエネルギーのこうサイクルがあってとか、うん、そういうところからこう音楽は発展していくので、うん、なかなかこうエネルギーの持っていき方がうんですね。
確かにな、練習とも違うけどこれを本番ともなんとかわからんみたいな感じなんですかね。そうなんですよ。そうか、だからそれこそやっぱ収録したものを配信となると余計そのね難しさが出てくるでしょうし、うんうん、ですね、うん、だからあのスマホアプリの拍手が出るやつとか、はいはいはい、ああいうの鳴らそうかぐらいまで思いましたけどね。それはそれでやっぱ寒いかなと思って。あね、音楽の邪魔にならないでは痛いけど、とはいえやっぱなんかレスポンスが欲しいみたいなところの、ね、難しいところですよね。終わって無音っていうのがですね。辛い辛いです。だってほらね、各人こうソロ終わったらこうちょっとね、うん、拍手があったりパラパラっとくるわけじゃないですか、ね、また盛り上がってる時に掛け声もらったりとか、ね、よってね。ねえ。それが全くないわけですもんね、うん、でも見てる側はきっと画面越しに言ってます ね、 ね間違いなく言ってる。だからライブ配信のいいところって、うん、あの拍手のボタンを押したりとか、うんはいはい、チャット上でこうその都度コメントが出せるじゃないですか、うんはい、演奏中に今の良かったよねとかって言えないのが、うんうん、チャットだとそれが出てくるっていうので、そっか、逆に伝わるものもあるってことですね。そうなんですよ、お客さんからのその反応、うんがその瞬間に分かるのですごくいいですし、お客さんからしてもやっぱり普通はあんまり話し下手でとか、うん、あのシャイで話せないんですけどチャットだったらコメントできるから楽しいみたいな、へえ、ね、まあじゃあ本当一長一短というかいいところもあって、そう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 、活用し方がだいぶつかめてこられてる感じなんですね。そうですね、中にはやっぱり家をホームシアター化して、うん、スクリーンに映し出して、うん、でっかいスピーカーで聞いてますっていう人もいますね。そうですよね、もうだってそれしたらもう疑似ライブですよ ね、 本当 ね、 ね、しかも自宅で、そうよね、うん、いいよね、自分で好きな飲み物作ってみたいな。そうか、いいもんだな。確かにね、ライブ会場行けばそれは確かにあの素晴らしいサウンドシステムもあるけど、うん、これやっぱそれぞれのご自宅でお楽しみになるということは、はい、そっちはもう自分で受け取らないといけないですもんね、うん、システムはね。ただやっぱりトラブルも多いのは多いですね。あ、やっぱそうですか。あの雨の日は通信が悪いとか、ああもうそんな物理的な理由なんですね、やっぱ。そうそうなんですよ、そう、あとやっぱり機材のトラブル、うん、音が出なくなったとか、はいはいはい、双方でですね、うん、配信する側も受ける側も何かトラブルがあったりとか、うん、だからラジオとかテレビとかすごいなと思って電波飛ばしてねこうね届けるっていうことの。今どうですか、そのリアルの方の、活動っていうのは逆に言うとまだやっぱりなかなか、できてない感じですか。そうですね、やっぱり制限がかかってることは多いですよね。人数制限もそうですし、うん、演奏時間の制限もそうですし。なるほど、時間ですね。あとやっぱりその例えば今までボーカルが入ってギターが入ってベースドラムって大所帯というか、まあ、4人5人でやってたような仕事も1人でやらなきゃいけないとか、うーんっていうのはありますよね。なるほど、結構それによってこう演奏する曲目だったりとかなんかその変わったりもしました？あ、やっぱ変わりますよね。あのギター1本でできることってそんなにないのですごいマルチでめっちゃこうね、あの 5,6 人分ぐらいの演奏をこうやってしまうみたいな。なんかこういろいろ使えばできるんでしょうけどね。はいはいはい、やっぱりこう人力にこだわりたいので。そうかそうか、石川さんのスタイルとしてね。そうそうですね、でもやっぱりその明るい曲というか、うん、あの前向きになれるような曲を演奏することは多いと思います。うん、なるほどですね。例えばジャズのスタンダードで言えばスマイルとか、はいはいはい、オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートとか、うん、あのやっぱり、まあ、レストランでこういわゆるドジャズの暗いのをやってもみんなうえーってなると思うの で、 そうです、ね、バーだといいんですけどね。あ、確かに確かに、ね、なんかそういう、そうそう、うん、軽い曲は増えたような気がします。これ、まあ、こういった時期に時代になったからこそ、まあ、でもやっぱり生ライブしたいっていう気持ちもありますよね。
そうですね、私たちもそうですけど、やっぱりその常連のお客さんたちは早く生で演奏聞きたい、配信もいいけどっていうのをよく言われるんですよね。やっぱ双方そうですよね、それはね。ね、まあ、だから配信にとって変わるわけじゃもちろんないってことですよね、きっと。うん、新しい楽しみ方が増えたみたいな感じなんですかね。そうですね、やっぱりその配信で私が思うのは、ちょっと都合がつかなくていけなかったライブやっぱり聞いてみたかったとか、そういうのとかの時は配信がすごくいいと思うんですよね。いや実際僕それでやっぱりそれこそ市川さんが多分配信されてたやつですけど、勝木さん、ボーカルのね、この番組にも出ていただいたんですけど、彼女のライブとかはやっぱりそれのおかげで、見逃したけど見れたので、まあ、こういうことができるようになったっていうのは本当に嬉しいしありがたいことだなと思ってて、特にやっぱその福岡のやっぱ地元のジャズのミュージシャンのライブを、まあ、ある程度そのなんだろう有料クオリティというか、お金出してもいいぐらいのクオリティできちんと記録してアーカイブしていくことってやっぱなかったわけじゃないですか。そうですね、だから結果、まあね、いいことばっかりなんか経験には言えないんですけど、なんかここにこの福岡のミュージシャンたちの活動の記録が今後、まあ、その歴史として残っていくようになるっていうのは、なんかこれはこれで一つなんか別の価値が出てくるんじゃないかななんてのは思うんですよね。確かにそうですね。特にやっぱりそのポップスの人たちって MV 作ったりするけど、ジャズミュージシャンってそんなの別に興味ないっていう人も多いから、そうなんですよ。だからこれを機になんかそういうのに興味持ってもらえたらいいなと思うし、まあ、そこから広がっていくのもあるのかなと思います ね、 ですよね。石川映像監督 の、 そう、ね、今もう仕事も増えそうですね。カメラワークが ねめっちゃ凝ったカメラワークするようになるんでしょ。石川さん、その今講師として教室もやられてると思うんですけど、それを配信でやったりとかも考えてたりはします？ですね、オンラインレッスンに関してはやりますね。ただ、まあ、私のやり方もあるのかもしれませんけど、やっぱり音がずれちゃうじゃないですか。確かにね。だから私結構レッスンの時一緒に弾いてとかっていうのがあるので、そういうのに慣れてる生徒さんはいやオンラインじゃなくて通いますって言われてしまうので。なるほどな。ただなんかこう昨日もちょっとある人と話してたんですけど、レッスンも結構分かっててやれるよねみたいな感じでやってるレッスン動画って多いんですけど、例えば商品説明動画みたいに楽器屋さんでギター選んで買ってきて箱開けてみたいなのって少ないよねっていう話をしてて、なんかそういうの本当にもう楽器をやってない人が知りたいことを失敗できる動画とかは作ってみたいなと思いますね。なるほどな。そうですよね。いや実際僕うちの母がですよ、60の手習いでですね、ウクレレを始めたんですよ。ほうほうほう。で僕ちょっとだけかじった時期があったので、語弊教えろと言われて、でそれこそチューニングから分かんないんですよね、やっぱね。で楽器の持ち方も分からないみたいなところからなので、でそれをやっぱ一連で一続きでやっぱこう教えてくれるものってなんか細切れとかになってて、なんかよく分かんなかったりするんですよ。でおまけにそのね、教則ビデオもやっぱまちまちになっちゃうところもあって、で今本当おっしゃったその石川さんが今おっしゃったようなものとかっていうのはあったら案外いいのかなってすごいリアリティを持って聞けました。ね、なんか面白いかな。ただ私が自分が出たくないっていうのもうじゃあもうカメラモデルの人とかいるといいですよ ねカメラ回してもうあくまで石川さんカメラの向こう側にいてね。手元だけは自分の出してみたいな、あとなんか綺麗なお姉さんに持ってもらうとかの方がいいのかもしれない。数字取りに来てますね。面白い面白い。いやでも確かにな、あでもそうか、石川さんのやっぱスタイルとしてはそのやっぱり1対1でレッスンをするっていうスタイルなんですよね。そうですね、グループも一応やってはいるんですけど、それは楽器店でやってるので。あなるほど。となるとやっぱり
面と向かって、うん、まあ、あくまでもそのウェブなり配信なりは補足的なもので、そうですかね。なんかこれから先そのシンクロ率が高くなると、あ、確かにね、できないことはないのかもしれないですけどね。そうですね、やっぱりその配信ってこっちがいくら頑張っても相手が機材が揃ってないとか、確かに、例えばLANケーブルが一昔前のやつを使ってるとか、うん、そういうところで誰もこだわらないでしょ、普通の生活してると。いや、そうなんですよね、うん、だからそうなってくるとやっぱり難しい面はあるのかなっては感じますね。うん、そうね、昔買ったケーブルそのまま使えるやんって思ってても全然今のケーブルと違うんですもんね。変えた時の ね驚きですよ。これだったのかかんね、うん、こんなにもかってなるんです ね、うん、そうそうそう。これから石川さんはこう今後、まあ、そのコロナのこういう経験を踏まえた上で、あの、はい、どんな活動をされていくことになりそうですか。今はやっぱりその配信をやってみたいっていう人がちょこちょこ増えてきてて、うん、でそれもライブハウスじゃなくて、うん、例えば自分の家から配信したいとか、あとなんかこうちょっとした民家とか、うんうん、レストランとかを借りてそこで配信したいとか、うん、撮影したいとかっていうニーズも出てきてるので、うんうん、なんかそれを広げていけたらいいかなと、うんうん、ね、そうするとなんか実際、まあ、通常通り戻るかどうか分かんないですけど、こういうとこで演奏できますよっていう、うん、あの一つのモデルケースになると思うんですよね、うん、そうするとなんか福岡でここでも演奏が聴ける、ここでも演奏が聴けるっていう風な、うん、なんか音楽あふれる街みたいに、うん、なるといいなと思って、うん、そうですよね。だからそれこそ本当、うん、あの演奏する、まあ、それこそ箱を押さえてやっぱりそのライブするってなると当然そのミュージシャン側の負担も多かったわけじゃないですか今まで、うんうんうん、それがまあ一回インフラを揃えてさえしまえば今後はそうやってご自身で演奏も自分の環境でできて、で場合によってはそれで収入も、うん、まあ、少し積み上げることができるようになるってなった時に本当におっしゃるようなその演奏が今よりむしろこう触れやすい状況になるっていうのは本当そうかもしれないですね。そうなるといいと思ってやっていきたいですね、うん、石川さんが啓蒙していかなきゃいけないですねこれね。そうそうそう、みんなに言っていかないね、ミュージシャンの方とかね今やっぱやきもきしてらっしゃる方も多いでしょうからね。そうですね、やっぱりこう精神的に不安定になる人も多いですもん ね、 あね、そうそう、現場でやっぱりねやってなんぼだったでしょうからね、うん、なんですよ。だからなんか早いうちに YouTuber になってる人はいいと思うんですけど。いやでも今おっしゃったことがなんかこういう時期になってしまったから、うん、そのとりあえず何かやらなきゃじゃなくてなんかちゃんとこう次への種まきになってるなって思ったのでさすが先生だなって思いました。本当頼もしい、まあ、なんか、うん、あれですよね、仕方なくやってる感が出たらダメだと思ったので、うん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 、でも確かになんか石川さん、まあ、ずっと、まあ、お人柄もあるんでしょうけどなんかこう常にこうポジティブなバイブスがありますよね、なんかね。あんま考えてないだけかもしれないけど。いやその気楽さ、に救われる人は相当多いと思うのでありがたいところでございます。本当にありがとうございます。本当はねそのギター変態なところとかもたくさん伺いたかったんですけど。そう本当はね俺ねなんかね今聞くべきギタリスト5000とかねそんなのとか聞きたいなとか思ってたんですけど、ね、ちょっとまた次の機会にということで、ね、応援しております。ありがとうございます、今回は石川さんにご登場いただきましたありがとうございました。ありがとうございました。クイズ明治アタック、あなたのチョイスが未来を変える。問題です。2016年4月の自由化以降生活に合わせて選択できるようになったのは電気。正解。では明治産業で電気と組み合わせて料金をお得にするプランを作れるのはガス。正解。では明治産業電気の契約に切り替えるときに必要なものは最新の電気の検針票が手元にあればスムーズ。良いでしょう。では賃貸住宅、マンション、アパートでは一部を除き切り替え可能。お見事、全問正解です。
おいお母さん、うちのガス明治産業だっけ。暮らしにプラスの価値を、明治産業。